結婚式で殴られるって一体ママに何をしたんだよ。妻が緊急搬送されたってのに最初の言葉がそれ。逆切れで通報とか、お前は子供か。それじゃ俺は席入れないぞ。私お母さんにチャペルの十字架で殴られて腕を骨折したのよ。ママはお前が浮気相手とこっそり連絡してるのを見てとっさにやったって言ってた。私は式の最終確認とドレス姿の撮影をしたくてチャペルにいただけよ。嘘つけ。男に自撮りを送ってたんだろ。撮影してただけでなんでそこまで話がぶっ飛ぶの。ママがそう言ってたからに決まってるだろ。お母さんの勘違いだよ。ママは神のように完璧なんだ。勘違いなんてありえない。十字架で人を殴るくらいだし、神経のずぶとさは神並みかもね。ママはお前の裏切りがショックで思わず殴ったんだ。十字架を外すためにわざわざバールのようなものまで用意してたんだよ。完全に意図的でしょ。それはもしもの時のために用意しといたんだろ。どんなもしもよ。世の中にはいろんなもしもが転がっているだろ。いちいち言わせるな。さすがにその言い訳は無理があるって。うるさい。とにかくさっさと戻ってきてママに土下座しろ。なんで私が謝らないといけないの。お前が浮気してママを傷つけたからだ。浮気なんてしてない。お前は信用できない。ママが他にも何股もかけてるって確信してたからな。そんなのお母さんの勝手な妄想でしょ。ムキになるってことは図星だな。なんで証拠もないのにお母さんの言うことだけ鵜呑みにするの。ママの言葉は全てが正しいからだ。なんなのそれ。どこのイエス様よ。まったく、どこの物好きがこんな期限切れの粗悪品を相手にして付け上がらせてるんだか。その粗悪品と今から結婚しようって人が何言ってんの。俺は仕方なく干からびた生き遅れ女と結婚してやるのに、それを恩をあだで返すとはな。はい。30歳になったバーバーなんて本当なら一生縁がないところを拾ってやったんだぞ。もっと感謝しろ。その言い方はひどいよ。お前は嫁として俺とママに誠心誠意尽くさないといけないのに、あろうことかママの心を傷つけるなんて恥を知れ。こっちは心の傷どころか骨折してるんですけど。そんなもん舐めときゃ治るだろ。お前は無駄に丈夫そうだしな。治るか。今回の件被害届を出すから。は？こういうことはなあなあにしたくないからね。ママがやった証拠があるのか。あなたも自分でそう言ってたじゃない。あれは間違いだった。十字架が勝手に倒れてきたことにする。そんな嘘ついていいと思ってるの。神はママの味方だから何でも許される。意味不明なんですけど。むしろ俺がお前に結婚式をダメにした慰謝料を請求するからな。は？結婚式のキャンセル料も当日の取りやめだから全額支払いで300万円だ。なんで私が全額負担なのよ。お前のせいで中止になるんだ。当たり前だろ。身の丈に合わず派手な結婚式にするのが悪い。結婚式が大掛かりになったのはお母さんの意向でしょ。お前が貧相すぎて周りを派手にしないと見劣りする式になるからだろ。全部お前のせいだ。そんなのむちゃくちゃすぎるよ。壊した十字架の請求もするからつべこべ言わずきっちり払え。私はさくら、30歳です。婚約者のケイスケは31歳。同じ会社に勤めていて営業部の上司でもあります。私たちは2年の交際を経て結婚することになりましたが、お母さんは挨拶の時から私を嫌っている節があり、お土産を捨てられたり嫌味を言われたりしていました。結婚したら関係を良くできるよう頑張ろうと思っていましたが、その前にまさかこんなことになるとは。しかもケイスケがあそこまでママ信者だったなんて。付き合っている時は一切そんな素振りはなかったので全く気づきませんでした。そしてママの言いなりの彼はこの後さらにひどい仕打ちをしてきたのです。数時間後。式の中止の理由はお前の浮気だって招待客には伝えといたから。え？親族から会社の社員から取引先の人もみんなお前にドン引きしてたぞ。取引先にまでそんな嘘言ったの。嘘じゃないだろ。それはお母さんの勘違いだって言ってるのに。ちなみに取引先はうちとの契約をやめるって言ってる。お前のせいだぞ。なんで？この前取引先との情報が漏れた事件があったろ。大掛かりな調査してるけど漏らした人はまだ見つかってなかったよね。あれ、お前が同業他社の浮気相手に情報を流したってリークしといたから。なんなのそのデタラメ。お前はどうも生意気だから一度痛い目見せて立場を分からせようかなと思ってな。信じられない。今回の取引がなくなったら会社にだって大きな損害になるのに。
ただじゃ済まないだろうな。部下を陥れるなんて上司失格よ。結婚するんだから、俺はお前の上司である前に夫でありご主人様だぞ。は？召使いの嫁の分際で俺より稼いでるなんておこがましいことこの上ない。今回は大口契約が重なって賞与が出たからたまたまで、いつもはあなたが上でしょ。たった一回でも俺の給料を上回るなんてありえない。普通は夫の顔を立てて賞与は辞退するだろ。あなたの見えっ張りのために頑張った結果の報酬を諦めろっていうの？それが嫁ってもんだろ。お前はあるべき嫁の姿をちっとも分かってないな。一体どんな姿だったら満足なのよ。それはこれからママが24時間監視してしっかり教えてくれる。え、それってどういうこと？結婚したら同居してお前をしつけ直してもらう。大怪我させられた相手と一緒になんて住めないよ。お前の首が濃厚だから専業主婦として使えるようにしておかないといけないだろ。首になるかもしれないのはあなたの嘘のせいでしょ。ママは結婚後も仕事するなんて嫁の自覚がないって怒ってたし、むしろ良かったんじゃないか。お母さんが仕事する私を嫌がってるから首になるように仕向けたってこと？仕向けたなんて人聞き悪い。しつけの第一段階だ。自分の思い通りにさせるためにこんなことするなんて最低よ。口答えするな。今後は我が家の嫁としてみっちりママに教育してもらうからな。そんな。ママの神々しさに触れてその醜い心を洗い流してもらえ。数日後、式のキャンセル料と壊した十字架の請求書が来た。お前が払えって言ったろ。式が中止になったのはお母さんのせいなんだから、あなたが払うのが妥当でしょ。まだそんなこと言ってるのか。いい加減にしないと結婚してやらないぞ。いらねえよ、てめえなんか。え？あなたとは婚約破棄する。いきなり何言ってるんだ。どっかで頭でも打ったか。何をそんなにうろたえてるの。あなたも結婚したくないならむしろ好都合でしょ。俺はお前がママに土下座して尽くすようにすれば結婚してやるって言ってるだろ。マザコン坊やとは結婚しないって言ってんの。俺は母親思いなだけだ。マザコンはみんなそう言うのよ。とにかくあなたとは結婚しないから。そんな一方的な要求が聞き入れられるか。何と言われてもこうなった以上もう一緒にはいられないし、お母さんに殴られたことも警察に被害届を出したから。バカなこと。証拠もないのに無駄だって言っただろう。証拠ならあるよ。は？私がドレスの撮影してた時の映像に全部映ってたから。お前は浮気男のために自撮りしてただけだろ。勘違いって言ったでしょ。もう言い逃れはできないわよ。ママはお前を立派な嫁にしようとしただけなんだぞ。殴って骨折させてどう立派な嫁になるっての。それはお前が浮気してると思ってたからで、その時に神様がママに舞い降りてそうしろってささやいたんだ。十字架ぶっ壊したあげく神様に責任なすりつけるなんてずうずうしいどころじゃないね。それが神のご意志だったんだ。なら警察でそう言えば。あいつらは頭が固いから神秘的なことは信じない。神の意志を受け取ってお前が被害届を取り下げろ。バッカじゃないの。ママだけじゃなくてあなたも名誉毀損で訴えるからね。なんで俺が。会社や取引先の人に私のことで嘘をついたこと許さないから。そんなことくらいで。あなたの嘘のせいですごく迷惑かかったのよ。お前はもうクビになるし、会社がどうなったってどうでもいいだろ。何よそれ。あなたみたいな人が上司だなんて最低だわ。それより職場も失うのに今後どうやって生活する気だ。俺と結婚しないと住む場所にも困るだろ。おあいにく様、クビにはなりませんから。え？会社には私が殴られる映像を見せて誤解は解いたから。何勝手なことしてるんだ。それだけじゃないよ。あなたがキャバクラで酔っ払って取引先の情報を漏らしたこと、みんなバレてるからね。え？あなたがベラベラと喋った美人のお姉さんが取引先の幹部と知り合いなんて神がかり的な偶然ね。そんなバカな。わざわざ県をまたいで遠くの店まで通ってたのに。あなたは会社に甚大な被害を与えかねなかったってことで厳しく処分されるって。俺はこれから出世街道を歩むはずだったんだぞ。処分なんてごめんだ。恨むなら浅はかだった自分を恨むのね。良くて降格か悪くてクビよ。俺たち婚約した仲だろ。なんでそんな非道なことが。もしかして悪魔に取り憑かれてるのか。そんなわけないでしょ。
いや、きっとそうだ。俺が悪魔を払ってやるから被害届とかいろいろ全部取り下げて、それから結婚しよう。バカも休み休み言ってくれる？全部撤回する気はないから。そんなこと言うなよ。このままじゃ仕事もお金もなくなっちゃうじゃないか。自業自得よ。せいぜい神様の前で自分の行いを悔いることね。待ってくれ、お願いだから助けてくれ。神様、仏様、さくら様。後日談。その後、圭介の母は傷害罪で逮捕され、私は続けて圭介も名誉毀損で訴えました。今回の件は招待客から圭介の親族にも伝わり、身内から冷たい扱いを受けているそうです。圭介は首を免れましたが、事の顛末を知った社員の白い目に耐えられず退職。母と2人で逃げるように引っ越していきました。今は慰謝料の支払いや式のキャンセル料の分割払いに追われており、パートとアルバイトでどうにか支払いしつつ苦しい生活をしているそうです。一方の私は無事に骨折も治り、不便なく日常生活を送れています。しばらく恋愛はコリゴリですが、もし次があればマザコンにだけは引っかからないように注意したいと思います。